こんにちは、ベビチューブのあかなとえみです。今回はダイエット中の方や妊婦さんにおすすめな低カロリーなおやつセブンイレブン編をご紹介していきたいと思います。まずはこちら、こちら冷凍フルーツ、うどん、アップルマンゴー、ルビーグレープフルーツ。圧倒的にグレープフルーツのカロリーが低いよね、では早速食べてみたいと思います。はい。フォークがいい？スプーンがいい？フォーク刺すか？刺さらるかな？刺さらるかな？スプーンにする？スプーンにしよう。こちら。どれからいく？ぶどうから？ぶどうから食べていきたいと思います。はい、いただきます。甘いね。なんか皮の部分が渋いっていうレビューをね見たんだけど、全然渋くはないね、皮ごと食べられる、次、じゃあマンゴー。マンゴーいきます。ゆみちゃん、初マンゴー、はい、いただきます。柔らかい。おいしい。なんかすごいねっとりしてて、濃厚な味です。食べられたね。次、ルビーグレープフルーツ。じゃあ次、ルビーグレープフルーツ、こちらいただきたいと思います。いただきます。圧倒的にカロリーが低いので。いただきます。いい甘酸っぱさ。酸っぱいね。粒が大きい。おいしい。アイスキャンディーみたいだね。あー確かに、ヨーグルトとかね、付け足しても美味しい。良さそう。次、有機むきやまぐり。むきエビですね。むきエビですね。むきエビ。あ、結構粒が大きいんだね。大きい。あ、一袋でこのぐらいの量でした。いただきます。ホクホクだね。おいしい。ほんのり甘いね。でもチョコやクッキーをね食べるよりはいいね。ボリュームがあってホクホク感もあるから、お腹にはたまるね。たまるたまる。次、サラダチキンバー。低カロリー、高タンパクでダイエットに良さそう。ダイエット中の強い味方だよね。いただきます。いただきます。柔らかい。ほんとだ。ほんと柔らかい。なんかね、魚肉ソーセージみたいな感じなのかなって思ってたんだけど、ちょっと違った。すごい食べやすい。忙しい朝とかにね、良さそう。これ朝ごはん？ダメ。サラダ欲しいね。欲しい。その裂いてね。私マヨネーズ好きなんで、マヨネーズつけたくなりますね。マヨネーズつけたらでもダイエットになるね。素材の美味しさ、枝豆チップス。よく見る。よく見る。なんといってもノンフライ。ノンフライ。お、薄い。薄いね。こんなに薄い。あー、落ちた。しかも結構入ってるよ。まだ入ってます。パリッと感。美味しい。塩の味。塩の味。止まらない。やめられない。逆じゃない？やめられない、止まらないじゃない？そうだ。かっぱえびせん感覚で何枚でもいけますね。これはね、食べ過ぎ注意だね。どんどん進んじゃう。手がね。キウイサイダー。これ1本で110キロカロリーなんだけど、王道のコカ・コーラが500で225キロカロリーだから、それの半分以下の商品なんだよね。ビタミンも含まれてるから、罪悪感がね、ちょっと薄れるかなって思って、こちらの商品選びました。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。いただきます。乾杯。香りがめちゃくちゃいい。めっちゃいい匂いする。あ、甘すぎずね、酸っぱすぎず。でも炭酸、炭酸って感じ。これキウイ？キウイ。キウイっぽくない。え、私キウイっぽいと思う。白ぶどうっぽい。見た目ね。白ぶどうっぽい。白ぶどうっぽい。なんか炭酸が強いからすぐ。お腹いっぱいになりそう。後味はすっきりしてる。たださ、これだけは言えるよね、低カロリーでもこんだけ食べたら太るよって。ちなみにどれが一番おすすめ？美味しかった？私一番美味しかったのはグレープフルーツ。ルビーグレープフルーツ。ルビーグレープフルーツがおすすめだそうです。